翔平です。またマインクラフトの続きやっていきたいと思います。はい、ちょっと後ろでゴーレムが湧いているんですけれども、ちょっとねいろいろあったんですよ。いろいろねまず一つ目はですね、 F3 を押してみると、画面左上見てみてください。 1.16.2 になりました。はい、9月の10日からかな、1.16.3 も出てしまっているんですね。ただまた例のごとくによってですね、カメラのモッドが使えなくなってしまいますので、 1.16.3 はまだ出てないのでね、ということで 1.16.2 の方でまたしばらく遊んでいきたいと思います。こちらの方は、1.16.3 の方はね、あんまりマイナーアップデートでバグ2つ修正しただけということだったので、まあ事実上 1.16.2 とあんまり変わらないんじゃないかなと思います。さあ、ということでバージョンを上げたんですけれども、それに伴う弊害点がねちょっと出てきてしまったんですね。こちらの方にアイアンゴーレムトラップ作ったんですが、バージョンを上げた直後の問題点なのかはちょっとわからないんですけれども、なんだこれ、なんかおかしくなってないかこれ。あ、バージョンが、あーそうかそうか、これなんかなんだこれ、ちょっと後で直さないとね。これもしかしたら 1.16.2 向けのやつが出てるかもしれないね。ちょっとなんかおかしくなってるね、グラフィックがね。ということでちょっと上見てみるとですね、わかるんですけど、村人がね一人いなくなっちゃったんですよ。向こう側の方はねかろうじて、稼働してるんですけれども、村人がねなんとですよ、バージョンを上げたからだと思うんですけれども、前作った時はね、そこの、今刺しているところ1マスね、内側に入っていたんですよ。ボコッとねなっていたんですけども、なんとそこにですね、ベッドから起き上がった村人が出てしまう仕様になってしまったみたいで、方向、村人がベッドから、出る方向が変わったみたいなんですよね。なので塞いでおかないとそこで出てしまって、押し合いへし合いやって1人落ちちゃったみたいなんですよね。で多分ですよ、私の予想だとここにある物資を踏んだかなんかで、まあ、死んでしまったということで向こうも全く同じ現象が起きていてですね、1人ここら辺うろうろしてたんですよ。なんかなんだなんだと思ったらね、まあ上から落ちてきたと、もしかしたら私が叩いた、村人さんだったから、落下のダメージで死んじゃったのかもしれません。いつ動かすんだという声が聞こえてきそうだったんですけども、こちらの方ね、まだこの倉庫の下、村人がうじゃうじゃいるんですよね。ベッドを撤去したんですけども、また敷き詰めてですね、今ちょっと村人、小人1,2,3,4人増えましたね。そっちにもいるんじゃない、あ、5人ですね。これぐらい増えたらいいかな。ちょっとね、だいぶ職業を確定させてしまった子が増えてしまって、繁殖用の村人をどうしようか、ここで増やそうかって考えてたところだったんで、まあ、ちょうどよかったです。はい、大人の村人また1人搬出してですね、あそこに入れてくれば、まあ問題は解決すると思います。あそこ塞いだらね、もう出てくることはないと思いますので、はい、ということでそれが1つなんですけれども、もう1つはですね、ツイッターの方でお話ししたんでね、もう知ってるよっていう方多いと思いますけれども、ちょっとかわいいリソースパックをね見つけてしまったんですよ。見つけてしまった。でそちらが 1.16.2 向けで制作されてるのちょうどよかったね。ちょっとねワンちゃんがすごい可愛くなっちゃうというね、リソースパック見つけちゃったんで、こういうのも動くのかな。ドラマティックスカイっていうね、ちょっとオンにしてみようか。ちょっとオンにしてみますね。はい、もしかしたら動くかもしれない。あとは文字を変えました、これね。私がよく使っているケンフォントっていうね、アニメ好きの方大変申し訳ないんだけど、私ケイオンっていうね漫画もアニメも一切見たことないんだけど前も言ったような気がするな。文字がすごい見やすいのでこれ愛用させていただいてます。はい、今度なんか気が向いたら見たいと思いますけれども、ちょっとオンにしてみますね。さあ、適用されたみたいです。あ、ちゃんとドラマティックスカイも効いてますね。これ綺麗なんですよね、すごい。空のが変わるだけでだいぶ印象が変わりますね、やっぱね。雲をオンにしてるとなんか四角い雲がうろうろしてるんで気になりますけれども、オフにしとくとね、いやー、かなりちょっとドラマチックすぎ。ちょっと違う壁紙も試してみたいなと思うんだけど、
リソースパックなんでね、気軽に変えられるっていうところもいいですね。はい、ということでですね、ワンちゃんなんですよ。俺見てこれ、かわいいよこれ種類ね、6種類ぐらい追加されてランダムで適用されるみたいです。これはなんだろうね、これラブラドールかな、それともゴールデンかもしれない、なんかそんな感じだよね。で、中に入ってみるとですね、ここにハスキーがいます。ちょうどうまくなんか分かれてくれましたね。これはなんだろう、これこのもじゃもじゃは、私ちょっと犬の名前あんまり詳しくないのでわからないけど、めっちゃ可愛いですね。ハスキーも、うまく作られてると思います。これね、ダウンロード先のリンク貼っておきますんで、興味ある人はね、コメント欄の方載せておきますんで見てみてください。ということで、前シーズンやってた遊びを一つ思い出しました。これ動画の後でやりますけど、この中にね、本が入っておりますね。コメント抽出してまた、ね、読んで、でその読んだコメントをしまうちょっとした図書館か本屋さんかなんかを作って、そこにエピソードごとの本棚作ってね、しまっていきたいと思います。そういう遊びも面白いですよね、ゲームの中でね。あとはですね、前回の続きで、下のスライムトラップのね、あの回収アイテムのね、貯蓄のところ部分をホリホリをしておりました。こちらの方ね、あったウォーターエレベーター、水のエレベーターもね、撤去してしまって、下行くとですね、こんな風にまた、掘っておきました。こんな大きいスペースは多分いらないんじゃないかな。またね、カメラモッドとか使うと狭いとね、撮りづらいので、もうすべて、もうかなり余裕を持って、作っております。はい、こちらの方を掘ったのとですよ、あともう一つはですね、やっぱり結局下の方からですね、スライムブロックじゃなくてスライムボールをバーッと出させて、ここで回収しながら、作業台どっかに埋め込みます。多分ここにしようかな。でそこにアクセスしながらスライム、ブロックに変えてここにしまうという流れにしたいと思います。はい、なのでこっち側が余ったので、ちょっと動画外ではございますけれども、ちょっと部屋拡張してですね、明かり入れて、ここ何する場所かっていうとね、これだけで分かる人もいるかもしれないけれども、ここね、キノコの採取場にしようかなと思って、もうね、めっちゃ簡単に作れるんですよね。骨粉がありさえすればですね、骨粉が、ああそうか、自動にしたんだよね。最初ね、手動でやってたんですけれども、あまりにもね、骨粉を与える作業がめんどくさかったので急遽、設置したんですよね。ちょっとここにディスペンサーがついてます。で、そこにですね、よく私が使うこのオブザーバーのクロックが接続されていて、ここに植えますよね。植えて、これをオンにするとここも開いちゃうんだけど、こういう風に、キノコが成長します。それを、まあ、シルクタッチか、もしくはブラウンのね、この茶色いキノコを取りたい場合はここに幸運の斧がありますんで、それを拾ってここで、削ると。でこのブロックはね、結構貴重だと思うんだよね。建築にも使えると思うんで、これだけはシルクタッチでこうやって削って、であとはですね、バーッと削ってしまってですね、そうすると下は水、水流になってるんでね、キノコ落ちていきます。まあ赤いキノコもね、取ってもいいんだけど、赤いキノコあんま使わないんだよね。別にキノコシチューを作るときには使うかもしれないけど、そんなに食料事情困ってないので、どっちかというとね、この茶色いキノコは必要なんですよ。村人のね、治療を行うための弱化のポーションだっけ、あちらの方で使うので、これ1個 あるとね、かなり便利ですね。今まで手動でやってたんですけど、それをこんな感じでね、まあこれも手動だけど、かなりね、簡単に、採取ができるようになりました。さて、今回のスライムボール回収装置についてですが、マニアックな内容になりますので、クリエイティブでさらっとね、ご紹介しておきたいと思います。コンセプトは何回もお伝えしておりますが、溜め込んだスライムボールを大量のドロッパーが一気に吐き出して、そちらを拾いながらスライムブロックにするという施設になります。こちらにあるのが3機だけ切り出したものです。今回はこれを片側8機、合計16機建てる予定です。なるべくコンパクトにするべく、ドロッパーは2門ずつ設置いたしまして、スライムボールを溜め込む部分は3つのラージチェスト、分配装置は氷の水路にホッパーという構成になっております。下の部分はオブザーバークロックを用いた単純なシステムなので、もうお話をね、はしょるといたしまして、
頭と時間をかなり使ったアイテム分配機の方に注目していきたいと思います。大規模建築をされるサーバーとかでは似たようなことをやられているとは予想いたしますが、アイテム回収の部分は壁の中にあったりして、なかなかサーバーツアーとかのね動画でも見せてくれないんですよね。ということで英語での呼び方もよくわかりませんので、日本語で何て呼べばいいのかという問題があります。はい、命名させていただくとしたら、ホッパーの機能をシンクロさせるものになりますので、そうね、ホッパー同調機と、どうも呼びましょうか。アイディアはホッパーシンクロナイザーとしてね、かつて有名だった連結かまどのシステムを見ていて思いつきました。シーズン2の頃にご紹介した、こちらの回路ですね、かまどに同数のアイテムを分配して搬入するという回路が元になっております。そちらを応用いたしまして、アイテムの仕分け装置をシンクロさせた状態で並列配置できる回路だと思ってください。最初はそのまま同じシステムを導入しようとしたんですが、この形ではね、分配はできるものの、ホッパーの中に大量のアイテムが残ってしまうため却下となりました。左から水路でアイテムが運ばれてきます。最後のホッパーへアイテムがたどり着いた瞬間に、それぞれのホッパーラインのロックが解除されて、アイテムが分配されるという仕様はいいのですが、この一番上のホッパーには5スロット分のアイテムが常時溜め込まれてしまい、ラインを増やせば増やすほど待機アイテムが増えていってしまう問題が出てきます。16機立てると、合計で4800ものアイテムがシステム上に取り残されてしまい、まあもったいないんですよね。逆に言えばですよ、4800のアイテムが流れてくるまでは分配されませんので、今回の貧弱な出力のトラップでは不適合でございます。そもそもなんでこんなの必要なのと言いますと、ホッパーにはアイテムを送り出す能力に上限があります。毎時で言えば9000アイテムが上限になります。なので毎時2万とかね、3万とかアイテムが出る施設の場合、ホッパーの輸送能力の限界を超えてきちゃいますので、何らかの工夫が必要になってきます。簡単に言えば、そうですね、溢れちゃうってことですね、詰まってね。人によってはホッパー付きトロッコを使って分配したり、氷の水路にね、埋め込んだり、するのを見かけますが、そこに仕分け機能をつけるとなると結構複雑な、ね、機構になっちゃうんじゃないかなと思います。そこで複数の仕分けラインを並列配置することによって収集性能を2倍3倍とね、向上させることができるんじゃないかなと思います。従来の仕分け回路を並列配置するとこんな感じになりますが、今回これをね、大幅に簡略化できる回路を発案いたしました。こちらの回路は全く同じ機能ですが、一つのコンパレーターで、管理する信号を全てのホッパーラインに配分できるというものになります。大雑把な計算にはなりますが、3列配置する場合、毎時約 23,250 個のアイテムを仕分けすることが、できます。5列配置すると、毎時 38,750 個。これだけ余裕があればほぼ全てのトラップ系の排出物は、全て回収できてしまうと思います。ゼロティック農場とか、ゲンブガン生成マシーンではね、毎時10万超えとかいうね、わけわかんない数字が出る施設がね、いくつかありますけどありますよね。そういったものでも15列配置すると、毎時116,250個のアイテム回収できますので、まあ覚えておくとどっかで役に立つかもしれません。はい、おいおい、そもそも今回のスライムトラップそんなアイテム出ねえぞという声が聞こえてきそうですけれども、同じ数のアイテムをそれぞれのドロッパーへ分配できるという機能だけを利用しておりますので、仕分け機能も大量収集機能も今回の用途では完全なおまけでございます。もともとね、ピグリンの交易所で出る膨大なアイテム、 あっちもね、10人とか20人とかのね、ピグリン集めて交易所建てると、今は 1.16 なので、ね、ちょっと変わりましたけども、1.16.1 の時はね、毎時で3万とか4万のね、アイテムが流れてくる、施設になっちゃってたので、それのアイテム回収部分を考えてたんですね。まあそちらの方でね、使う機能だったんですけども、まあ、試験運用も兼ねて今回使ってみたいと思います。シーズン5にして、初めてね、有用な回路を思いついたんじゃないかなと思っているんですけど、いかがでしょうか
マニアックオブザマニアック状態で、かなりの脱落者が出てしまいそうな内容ですが、まあさっさとね作っていきたいと思います。さあサバイバルの方戻ってまいりました。ちょっとね下マーキングのつもりで一番下の部分の回路だけつなげておきました。上の方にねレバーか何かを設置して、なんかの形でね下まで配線引っ張ってきて、そこのブロックまでねつなげたいと思います。つながった信号はですねぐるーっとトラベルして、ここのね最後のブロックまでやってくるという形で、それぞれのドロッパーに配線がつながると思ってください。作ってるとこすべてお見せするとまた長くなってしまいますので、1機だけね、1ユニットだけ立てて、あとは繰り返しになるので、またね、カメラモッドを使ってやっていきたいと思いますけれども、通常時は、オブザーバーが外れている状態にしたいと思います。これではダメだな。1個もう1個上ですね。こんな形で、でこのピストンの上にですね、さらにオブザーバーを乗せるんですが、位置としてはこんな感じか。これじゃダメなのか。じゃあ、ここではダメですね。こっちか。分かりづらいですね。こんな感じで置けばいいのかな。はいはいはい。さあオブザーバー回路は非常にシンプルですね。今トーチがついているのでピストン伸びています。電源が来ることによってトーチオフになって、粘着ピストンが1個下がってですね、オブザーバーが相対するようになります。そうするとカチ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 っていうね信号が、こちらの目の前にあるドロッパーに接続されるという形ですね。で、このドロッパーに直接信号を伝えてるんで、1個上のドロッパーも自動的に電源が入ることになります。でちょっとこの足場がね不便な点一つあるよね。シフトが使えないこと。これでいける？あ、いけるんだ。一応なんかグニ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 こうなるけど、ちょっと不便だなと思ってました。1個上にね、固定ブロック、固体ブロック置けばね済む話ですけども。で、ここからはですねホッパーで、一時的なね保管庫、チェストの方に接続する部分に、作っていきたいと思います。まずオブザーバーの上に一つ置きづらい、これこんなことやるぐらいやったらブロック置いちゃった方が早いね多分ね。さあ足場ブロック設置しました。上のドロッパーにはね、直接ホッパーがつながってますけど、下のドロッパーにはつながってません。今度そっちやっていきたいと思います。横からね、ホッパー入力して同じ高さまで持ってって、ですねここでねビッグチェスト置きたいんですけども、大きいチェストね、2分割にしたいんですよ、中に入ってる中身をね。ってことでこんな風にこちらの右側のねホッパーはこんな風にして、上のドロッパーに接続されて、こっち側は直接、下のドロッパーにねつながっているという形で、下のドロッパーが全部とホッパーがねいっぱいになった時に、ここのチェストに溜まり始めますアイテムがね。で、次ドロッパーが空っぽ、もしくはね中身がどんどん減っていくと、ここからうまく二分割されてね、下と上の ドロッパーにね、アイテムが配分されるようになると思います。ここからはですねこんな感じで、これ1個上上がった方がいいかな、こんな感じでよいしょ、ちょっとチェストの列を作っていきますよね。はいはいはい、こんな感じですね。で、ここまで来たら、3つでいいかな。うん、3つでいいような気がするな。4つ以上やろうと思ったけど、これ16個作るんですよこれね全部で。ってことは48個ビッグチェストあるんで、まあ十分じゃないかな。一時保管所としてはね。はい、まあそんないっぱい集めてもしょうがないので。で、こっち側に伸ばしていって、ここからがですね、アイテムの選別機構ですね。で、どうやってやろうかな。この内側に多分ね、氷が来るとことになるはずです。ここかな？位置としては。なので、こんな風に置けばいいのかな？関係ない方向を向いたホッパーを氷に接続させてですね、ここからが問題でございます。さっきねクリエイティブでお見せした一番ね奥の、ところになります。なのでここはコンパレーターを接続しますね。選別の機構を設けて、あとはつなげるだけという感じにしていきたいと思います。なのでどこで選別するかというと、この1個下に、ね、ブロックを置いて、ここからですね、レッドストーンコンパレーター出して、
こんな感じにして、1、2、3かな。そうだね。で、ここで3マス伸ばしているのが、今回のミソですね。やってることはアイテムの選別キーをばらしただけなので、そんな難しくないです。ということで、あとはトーチ出してこっち側につなげて、あと2列目ですね。どんな感じになるかずっと立てとこうか。こうなりますよね。あ、落ちてちゃった。はい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 。で、リピーター置いて、ここは、ティックスとか関係ないですね。で、ここにつなげるのが1個上になります。はい。ってことで、あとは、あ、そうか、そこ削らなくてよかったのか。まだね、やることあるんだよね。ここにも設置しないと、ここのホッパーに動力を伝えなきゃいけないんですよ。なので、リピーターから伸びた信号を1マス隣にしてあげて、このブロックにね、今信号がついてるんでロックされました。はい。ということで、この隣も同じようにやらなければいけないので、ここに設置して、あとはずらーっと緑のねブロックをつなげて、あとね、このダストを乗せてあげれば一気にね、ロックがかかります。ということで簡単ですね、これだけ。はい。ということで、上の回路は終わりなので、あとはですね、これが、1モジュール分になるのかな。あとね、ちょっと水路の周りのブロックとかを整える必要はありますが、やることは非常に単純です。これをあと、15回繰り返すという感じになりますので、ここから先はですね、そうね、どうしようか、またカメラモッドでパーッと作っていきますか。ということで、頑張ってやっていきます。さて、タイムラプスでね、いつも通り、作業を見ていただきましたが、一部ね、ちょっと動画界で終わらせておいたところがございます。オンオフのスイッチですね。こちらの方には新しくね、チェンバーみたいのをね、ちょっと空間を設置して、ここ以外もうできないんだよね。こっちキノコ農場のね、アイテムエレベーターがある関係でこっちが使えなくなっちゃったんで、右側の方から伸ばしてですね、また粘着ピストンとスライムブロック、レッドストーンブロックというコンビネーションでですね、下まで1回連れてきて、ここもね、トラップ、スライムトラップのね、天井になってるんですよ。なのでちょっと1回ここで折り曲げてですね、さらにこっち側にで下ろしております。で、ピストンね、下向きとかで信号を受け取って伸びるとですね、伸びっぱなしになってしまう現象がよく起こるんですね。それを防止するために、横に再度ね、ピストンを置いて、これバドですね、BUD、ブロックアップデッドディテクターですね、左側のピストンが伸び通常時ね、信号を受け取ってると伸びてるんですけども、万が一伸びっぱなしになってしまっても、左側のピストンが下がればね、こっち側も、ね、引っ張られるんで、元に戻ると思ってください。で、下まで連れてきて、信号右回りだったんですけれども、先ほど言った通りキノコ農場の、ね、回路とぶつかってしまうので左回りにしました。で、あちらのピストンが、最後伸びるまで、信号がつながるようになっております。で、入り口がね、ここメンテナンスエリアで、ま、ほとんど来ないと思うんだけど、なくなっちゃう、完全に、シールオフしちゃうとですねもう入ってこれなくなっちゃうんで、こっち側にね、新しく道を追加しまして、上に登れるようにしました。で、
竹のね収集施設のメンテナンスエリアにも入れる入り口を両ウィングともにね設けて、そうね、この階段を以前やったよねこれね。階段ここに設置してあるのをなんか入力押すと、階段が下がってですね道が出てくるみたいな回路を入れてメンテナンスエリアへの入り口にしたいと思います。こんな感じね。さあ、7時間放置しましたので、どれぐらい溜まっているかというと、ドロッパーは全部埋まったのかな。あ、埋まってますね。大丈夫だね。じゃあちょっと使えますかね。ちょっと使ってみましょうか。はい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 。ちょっと持ち物をね空にするためのねチェストっていうかストレージをね横に置いておきましたので、それで持ち物を空にしてから、スライムブロックをねちょっと手元に持った状態でスタートしなければなりません。こちらも閉めておこうか。もう見ることはないでしょう。よいしょと。はい、 OK で、使い方としてはここに樽の中にですね所持品をとりあえずこの全部入れて、これぐらいは空きがないとですね使えないと思うんですよね。これも閉めちゃおうか。で、スラインブロックをそうね、これぐらい入れておけばいいと思うんだよね。じゃあちょっとやってみますね。ここに立って、これをオンにすれば上がってくると思いますので、上がってきた。あ、結構早いね。 OKOKOK で、これでどんどん、おおいいねいいねいいね。でこれで、こんな感じでねスライムブロックにしてい、く感じでございます。これは楽だね。楽。いやでもね、もうちょっとスピードあってもいいかな。やっぱ連打で打つとすぐなくなっちゃうね。はい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 。どんどんできていきますね。はんはんはん。作るのはめんどくさいけど作った後が楽でいいですね。で一回オフにして、だいぶまだ上がってくるね。はい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 。じゃあ、問題なく稼働してるそうなので、これはもっと貯めて込んでね。ってことはチェスト足りなくなるなこれ。7時間でこれでしょ。あーでもまあまあまあ 5個あれば大丈夫かな。とりあえず上にもあるしね、1箱分。さあ、ちょっとクリエイティブの方やってまいりました。隠し通路の入り口を作っていきたいんですけれども、この形はねシーズン3の頃ね、覚えてる方もいらっしゃると思うんだけど、氷の農場を作った時にね、同じようにメンテナンスエリアの入り口で使いました。で当時ねオブザーバーが確かなかったんだよね。なかったような気がするな。でね、かなり大きい施設だった気がする。 7×5×7 とかなんかそんな感じで、深さ7とかねそんな感じだったと思うんで、オブザーバーを使うとねほんと簡単にできちゃうのね。ってことでちょっとクリエイティブの方でお見せしておきたいと思います。階段が来る位置がしまわれてね、ここが通路にならなきゃいけないんで、こんな感じかな。こういう風な、最終配置はこんな感じですね。で、まあ、レバーか何かを床に設置して信号をつなげていくんですけれども、ちょっとカラーブロック使った方がいいかな。で、まずねこっち側のね1個しかないピストンの方にレッドストーンリピーター設置しますよね。でオブザーバーを設置する前にこのダブルピストンエクセンダーですよ。またね、リピーター設置して、2個目の方ね床についてる方に、接続して、最大チェーンでこれをねオブザーバーこっち向きするでしょ。でリピーターの上にもね、こんな風に上向きのね、オブザーバー設置してリピーターが起動したら上に信号を送るということで、ここまでこのねブロック床のブロックに信号を伝えて、2段階の動作を実現させることができます。もうこれだけなんだよね。めっちゃ簡単でしょ。であとはですねこのオブザーバーの前とこっちのリピーターのところに信号をつなげてあげるだけでこれで OK。 一回動いちゃったね。ちょっとこれ外さないといけないので、この形に戻しておきたいと思います。であとはですね、まあ、レバーでも何でもいいね、この緑色、黄緑色のねブロックのどこでもいいので信号をつなげてあげれば、あら不思議、これでいいんっていうね、めちゃめちゃ簡単だよね。これを、サバイバルの方でやっていきたいと思います。さあサバイバルの方戻ってまいりました。ということで下の方ちょっと空間開けておきましたんで、こちらの方入れていきたいと思います。ということでですね、まず粘着ピストンはここに入らなきゃいけないのかな。手前側が1個で、こっちが奥側が、2つですね。ということで、あとはもうめっちゃ簡単なんだよね。
こっち側にリピーター、何にも触らないリピーターと、こっち側4遅延でしょ。であとはオブザーバー置いて、もうささっと終わりですね。でこれはシュッと上げなきゃいけないか、オブザーバーを上向き設置で、ちゃんとブロックを戻してあげないと、床ブロック戻してあげないとね、信号伝わらないので、こうして、あと入力をどうするかだよね。入力ね、レバー置きたくないんだよね、あんまり。どうしようかな、音符ブロックでもしてみる。音符ブロックだと、まあ、触れば開くっていうねタイプにはできると思うんだけど、でこれちょっと待ってね、またアップデートして変えなきゃいけなくなっちゃうんで一回外します。これを設置しておいてですよ。じゃあこれ、こうですね。はい、 OKOK、 あ、よかった、信号出なかった。さあ入力の方法なんですが、階段の止めの前にね、レバーとかど真ん中にあってもなんか非常に見栄えが悪いので、音符ブロック両サイドにあって右側の音符ブロック叩くと信号つながるようにする。なんかそれがいいような気がするな。音符ブロックの信号をオブザーバーが拾って叩くとね、ビョってね一瞬だけ伸びます。その信号を使ってですね、これで T フリップフロップできますよね。で、ここまでレッドストーンブロックが出た時に信号がつながればいいので、これではダメなのか、これでいいんだよね多分ね。こう伸びて信号を拾ってつながると、ちょっとやってみましょうか。だいぶそうですね。で、引っ張ると。で内側から開ける必要ある？ないよね、ないと思うな多分内側で閉まって出られなくなるっていうのはないと思いますので、これでいいかな。で、あとはですね、ちょっと暗くならないように気をつけないといけません。こことかモンスターね、絶対湧きますねこれね。はいはいはい。でちょっと明るさ調整しておきます。 OK、 明るさ調整も終了しましたので、あとはレンガブロック戻してあげれば、これで、おお、いいねいいねいいね。じゃあこれでいこう。うん、今ねこっち側ちょっと見えない、あのね、この臨時チェストが置いてあるんで見えないですけど、こっち側にも一応置いておきましたが、こっちは何も何の影響もありません。で中に入ると、うん、うん、いいんじゃないかな。 OK、 じゃあこれでいきますね。毎度ご視聴ありがとうございます。動画をお楽しみいただけましたら励みになりますので、評価の方もね、よろしくお願いいたします。コメントも毎回楽しく拝見させていただいてます。時間があるときにね、返信もぼちぼちしておりますので、よろしければそちらでも絡んでください。動画の進捗状況などをツイッターでお知らせしております。アメリカの話題や洋楽、洋画などについてもね、たまにつぶやいてますので、ご興味ありましたらフォローしていただけたらと思います。ということで、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。